ジョルジュ・アンドレは、フランス・パリ・パック出身の陸上競技選手。1908年ドンドンオリンピック総高飛びの銀メダリスト、および1920年アントワープオリンピック4位400メートル、リレーの銅メダリストである。アンドレは、1908年に18歳のハイジャンパーとして、最初のオリンピックに登場した。オリンピック前のベストは1メートル79であったが、 オリンピックでは1メートル88を飛び銀メダルを獲得した。1912年ストックホルムオリンピックでは、アンドレは、総高飛びに加え、立ち高飛び、立ち幅飛び、110メートルハードル、5種競技とそして10種競技に出場している。1914年から始まった第一次、世界大戦で彼は従軍し、運悪く大怪我をしてしまい、さらに捕虜となってしまう。 6度目の挑戦でようやく脱走した彼は飛行士として戦線に復帰した。1920年アントワープオリンピックでは400メートルハードルに出場し4位でゴールした。その1週間後に行われた4400メートルリレーでは銅メダルを獲得することができた。また彼は400メートルにも出場している。1924年パリオリンピックは 彼の地元で行われるオリンピックであった。彼は34歳になり、オリンピック出場も4回目となる。彼は全ての競技者を代表して、選手先生の大役を任された。彼は前回大会に続き400メートルハードルに出場し、予選を突破し、決勝で4位という結果に終わり引退した。アンドレは第二次世界大戦に従軍することを希望した。しかし、 パイロットとしては年を取り過ぎていたため、不評連帯に従軍し、1943年5月4日にチュニスの近郊で戦死した。ありがとうございます。